いや何してんの？お前らは、プールを知ってるか？知ってるに決まってんだろ。この動画の視聴者層未就学児とでも思ってんの？違ったの？当たり前だろ。そんで開口一番視聴者のことをお前らよりは高圧的すぎんだろ。じゃあプールの説明はいらないか？何の説明するんだそれ。ところでマリサ君考えたことはないかね？何をだ？プールって、怖くね？すまん全然わからんわ。あ、そっか。まあプールというか深い海とか湖って怖いよね。そういうことね。いわゆる海洋恐怖症ってやつか。それでだ、もしプールが果てしなく深かったらどうだ？そりゃ怖いというか不気味というか。今私がいるプールも水深50メートルって言ったら怖さを感じるよね。でもそのプール例のプールじゃん。ホラー AV とかでよく使われる。改めましてこんにちは。今日は海洋恐怖症を震え上がらせるもの持ってきたぜ。じゃあ水に関係するものか。そう、このゲームはノームーン、ノービビ、ノーイビン。ノーダイビング、そっち間違えるかー。ノーダイビングね、ノーダイビング。それやっていきます。あ、そうそう、まだこのゲームの概要を話してなかったね。廃墟になったプールを舞台にしたホラゲーですわ。じゃあ間違いなくこの主人公不法侵入やん。ホラゲーの主人公って基本何かしらの犯罪を犯してるからセーフ。それもそっかー。ってことでやってくで。うお、かなり暗いなこれ。適当に明るくしとこか。ああ、もう懐かしいこのプールの雰囲気。確かにそうかも。どこか青い夏を思い出すわ。あの頃の夏って暗い部屋で昼夜逆転してたゴミみたいな夏でしょ。誇張しすぎだろ。てかこのプール深すぎん。そこが見えないんだぜ。懐かしいとは言ったもののすっげー不気味じゃない？廃墟ってだけあって薄暗い感じが妙に不気味だな。バックルームのプールに似た感覚だこれ。どこかに覚えがあったのは。おぼぼぼぼぼぼ助けて。ぼぼ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 ぼ。何してんの？はぁ。はぁ。圧巻マジで死ぬかと思った。焦りすぎて坊ちゃん出てたで。私の中の坊ちゃんが。何言ってんだ坊ちゃんはお前だけのもんじゃないが。何この人坊ちゃんがちぜい。まだ言ってなかったんだけど実は軽い海洋恐怖症なんだよね。だから足滑らしてマジで怖かった。へぇそうなんだうんうん。じゃあなんでこのゲームやってんだ。私にはこんぐらいの枷なんの問題もない。その枷あまりにも重すぎないか。とは言ったものもさっき溺れかけたからちょっとビビって更衣室探索します。それ枷どころか十字架に縛られてない。私が一皮むけるところをね視聴者様に見てもらおうと。誰一人としてそんなことに期待していない。てかなあんもねえな。あたかもなロッカーあんぞ。こいつ異色放ちすぎでしょ。まあ実際に違う色なんだけどね。本当の枷は動画的な意味でやっぱりお前だわ。ごめんなさい。他は特になんもなさそうね。さっきのロッカーは鍵が必要みたいだな。じゃあとりあえず鍵を探すとこからか。一応プールサイドにも何かないか探すわ。お、こんなとこにも扉があったか。でもやっぱり鍵がいるね。あ、そうだ。一番重要なこと忘れてた。なんだ？あそこは女子更衣室か田舎だ。黙れ。はい？はぁ、やっぱりプールに入るしかないか。まあ鍵はどこにもなかったからな。プールにあるんだろ。小学校の頃のプールの授業でやった小石拾いじゃねえんだからさ。懐かしすぎだろう。とっとと腹くくって言ったら、もうちょっと待ってよ。ほらだって見てみてこんなに深いことある？確かにとんでもなく深い。はぁ。はぁ、溺れた時のレパートリー坊ちゃんしかないやん。そんなレパートリーやってたまるか。こっちはマジで死にかけとんねん。この際一気に飛び込んだ方が楽になるのかな。ほらさっさと行けや。マリカてめえには人の心とかないんか？心のノート読み直せよ。それともなんだ？俺の心のノートはスラムダンクだとかいうたちか？なんだこいつむっちゃ喋るやん。ほら霊夢見てみろ案外無事じゃないか。ほんとだ。ふーん、たまにはやるやん。顔、発言すべてがうざい。待ってあいつ何？あんな奴いなかったよね。あ、さっきまでは間違いなくいなかった。あ、でも意外と動く様子はない感じ。一度近くまで見に行くか。うん、そうしよう。あいついつから現れたんだ？マリサ見てないの？ずっと見てたぜ。スラムダンクを。シンプルスラムダンクはやめて。てかあいつ一体何なんだ？二足歩行ではあるけど結構でかいな。陵南高校の大角くらいはあるんじゃないか？この人スラムダンクめっちゃ好きやん。パッとそこなかなかでないよ。でなんかこいつ薄くね。観光地にあるかをはめるパネルの薄さだこれ。しかもよく見てみると股間になんかあるくね。うわほんとだ。なにこのチンコ。もうちょっとオブラートに包めない？チンコを皮で包めってこと？そうじゃなくてね。じゃあチンコをどうすればいいんだよ。さっきからチンコチンコうっせぇなー。この方がお好みかな？もう終わりだよこの動画。結構近づいてるのになんもしてこないな。こんな見た目で温厚なんか。左胸穴開いてるし右手フックだし口の中赤いし。逆に自分の口の中何色なん？紫。なめっこ星人。マジでなんもしてこないな。もうちょい近づいてみろよ。そうするか。あや、映像に切り替わったけど。なんだこれどういうしてんだ。あいつに引きずられてる？ああ、そうっぽいな。顔はめパネルみたいな薄さのくせになんてことをするんだ。そもそもヤバそうな見た目ではあったけどな。しかも天井にぶら下げられててくさ。みんなは観光地の顔はめパネルには気をつけるんだぞ。坂本龍馬がお前は社会のゴミぜよとか言って銃ぶっ放してくるかもしれん。違う、そうじゃない。結構高いなおい。こうやって見ても深さが計り知れないんだぜ。今なんかいた？気のせいだろ。海水でもないしましてや真水でもないプールなんだから生物がいるはずないんだぜ。そうだよね。プールにいる生物はアメンボだけだもんね。確かにアメンボおったけどキーな例えだなそれ。戻ってきたんだけどやっぱり最初はいなかったみたい。じゃあ霊夢が飛び込んだ時か。飛び込んだんじゃない。突き落とされてんねん。言うてもプールに入るのはもう慣れましたわ。こっからはスイスイプレイで頼むぜ。やだなマリサ。プールだけにスイスイってか？しょうもな。あ、やっぱり飛び込んだ瞬間に怪物くんこんにちはしてる。こ
こんにちは。この見た目でなんでそんな声なんだよ。じゃあ潜っていきますか。すっごい見にくいけどあそこに穴があるんだぜ。まずはあそこから行ってみようか。こうやって潜ってみると改めて深さすごいな。この穴も普通に深いもんな。お、なんかあるよ。これは鍵だな鍵。やっと進めるー。よくよく考えてみるともうすぐ5分だけど何も進行してないな。はは、笑い事じゃないけどな。でも無理してみてよ。それ神様。この日光が差し込む感じすごい幻想的じゃない？それも事実だが動画が一切進行してないのもまた事実。一旦事実からは目を背けて鍵を開けに行こうぜ。まずはプールサイドにある方から行きましょうか。ロッカーかここかだしな。私は二択を外しません。はい、ビンゴー。ビンゴー。一体何があるんだろう。青い鍵あるぞ。鍵イン鍵か。またよしかシステムね。でこっちは懐中電灯か。これで多少は潜りやすくなるな。まだ完全に恐怖感払拭できたわけじゃないんよな。そうなのか。単純なことだろ。普段風呂に入ってるよな。うん、じゃあ潜れるやん。やってることほぼ同じやで。それ言ってること昭和のスポコンと一緒ですが。ほい、次は青いロッカー。次は何だろうな。武器でもあるんかね。そうだとありがたいかも。なにこれ。多分あれだな、ヤーフィンってやつだ。やったな霊夢、これで長時間潜れるぞ。ごめん、マリサ捨ててきてもいい？ダメです。こうなったら規制上げながら放送禁止用語を連発するしかないか。ダメです。お前今日で実況やめるつもり？この際やめた方が楽になるのでは？これはお前が始めた物語だろ。じゃあ気合い入れて潜ってやりますよ。まだ最深部まで行ってないけどどんくらい深いんだろうな。マリアナ海溝より浅いと助かるかも。それ水深約11キロなんですが。そうだとしても私頑張ります。頑張るとか頑張らないとかそういう次元の話じゃないからね。あ、そうそう、チャンネル登録者500人ありがとうございます。なんちゅうタイミングで言ってんだ。あ、ありがとうなんだぜ。ちゃんとありがとう言えて偉いね。うん、マリサちゃんはなんちゃいになるのかな。この人急にすっごい子供扱いしてくるんだけど、なんで？おい霊夢見てみろ、あそこにも穴があるぞ。本当だ、穴は後で見に行くとして、マリサちゃんは本当にすごいねー。お姉さんびっくりしたよ。それうぜえからマジやめろ。ここ深すぎじゃね。かれこれ1分は潜ってるな。実際こんな深いプールって存在するのかな。調べてみたところ日本一深いプールで水深50メートルみたいだぜ。へえ、すっごい深いね。まあ嘘なんだけどな。息を吐くように嘘をつくな。ここが最深部か。でも息がなくなりそう。何かありそうか。特になんもなさそうかな。あ、死んじゃった。ふいー、レイムさん復活。エアフィンも入手したから、あとは潜って穴に行くところからだな。かなり効率よくできるようになりましたわ。このゲームなら RTA 世界一目指せそう。何その参加者0人の RTA。 はい、到着。言うても鍵はもうないし、何があるんだろうな。これでクリアとかは？それだとさすがに味気がなさすぎる。着いたけどどうかな。あれ、この映像って死んだ時に流れるやつだ。え、なに？ここ来たらただただ結構長いムービーを見せられるだけ。そうみたいだな。クソがよ、口悪いな。やっぱり最深部に何かあると思うんだ。さっきは息の都合上しっかり見れてないからな。私の予想はこのプールから脱出できる何かがあると思う。まそれは着いてからのお楽しみだな。待て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 、なんかいるんだけど。今とんでもないのいたよね。提灯暗光のような、そうじゃないような何かがいた。マジでビビったんだけど怖すぎるって。よし霊夢命令だ、もう一回見てこい。鬼かき様、ほんと精神衛生上良くないって。さっきから鳥肌やばいもん。現場のリアルを伝えるのが霊夢の役目だろ。ここはディスカバリーチャンネルじゃねえんだよ。ほら、だってこの見た目よ。なんかもう臭そうだもん。その感想はおかしいよね。絶対不便じゃん、そのハインプラントしたら。誰が済んだその手術。歯医者しかいないだろバカか。誰が魚に手術するんだってことだよバカ。本当にこれがラストね。もう心臓何個あっても足りないってか、なんなら在庫切れだわ。成仏してくれメンス。成仏するべきなのはこいつなんだよな。いや、もう舌が目貫通してますやん。そもそも魚って舌あったっけ。だ、確かにもうこいつのことは考えたくない。私帰る。雑だなおい。はい、てことでこれで終わりです。いろいろ調べたんだけど脱出するストーリーはなくて、あれで終わりみたい。逆にストーリーないのが不気味さを助長してるんだぜ。まああれだね、皆さんプールには十分ご注意を。もう夏終わるけどな。じゃあ風呂にはご注意を。それただの入浴やねん。ともかくこのゲーム個人的には面白かったですわ。そりゃよかったな。そんじゃ最後までご視聴いただきありがとうございました。ほなまたまたなー。